やはり締めくくりは君かな？何の話だ。大統領なら公務中だ。面会はできん。いや、何、君に用があるのだよ。私に。隠遁をすることにしてね。その土産にこの世界の若き力を感じておきたいのだ。ガブリエルももう若くはない。次の世代を引き受けるべきは君のその腕だ。私には過ぎた評価だが、お相手しよう。どこまで迫れたかな、ガブリエルのやつには。ポチョムキン。最善を尽くすことだ。最初に行くぞ。それが君の長所だ。忘れるなよ。Heaven or hell?この一服より時間がかからんとはね。You win! しかと感じたよ、その若き力を。隠遁と言われたが。ガブリエルにはよろしく伝えておいてくれ。もう会うこともなかろうからな。もう会えぬと。どこへ行くというのだ。この世界ではない。本来我々異種が住むべき世界へだ。一度旅立てばもはや戻れぬ。我らの仲間は皆かの地へ旅立っていった。最後まで残ったのがこの私だ。人一倍この世界に未練があったものでね。さらばだ若き力、もはや悔いはない。世界は君たちが支えるのだ。達者で。敬礼とはな、痛み入る。さて行こうか、シャロン。かの地にて、かの子模様のかのん砲。いや、違うな。どうも勘が鈍ったか、このところ俳句など読んでいなかったからな。しかし、こうしてのんびりと茶をたしなみ俳句を読む。実に優雅、まことに豪奢。これこそが桃源郷の生活というものだ。なあ、シャロン。何、退屈になれば喧嘩相手はいくらでもいる。何せ我々異種の住む世界なのだからな。強者には事欠かんさ。